はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、お気づきの方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、部屋のレイアウトを大きく変更しました。はい。はい、ちょっとね、スタジオっぽくしてみたかったんだよね。うん。うん、で、やってみたま。で、やってみたま。やってみました、うん。はい、なので今日はですね、ちょっとルームツアー。うん、お部屋紹介、初めてやってみてます。初めてやってみたいなと思います。はい、はいはい、ということでこんな感じになりました。はい、はい、今ね、まずテーブルがあって、うん、そこにですね、下にラグを敷いて、でちょっとふかふかめのクッションの上にうちら座ってるね。はい、はい、地べたに座ってる感じです、うん、こんな感じで最近は撮影してますね。はい、で後ろ棚がこんな風になってます。うん、ね、IKEA の棚ですこれ。はい、IKEA のビリーっていうシリーズの棚なんだけど、うん、結構いいよね。うん、で照明もつけてますね。はい、じゃあ細かく見ていこうか。まずこっちから見ていこうか。うん、はい、左側はこんな風になってます。うん、YouTube 絡みとか虫キング絡みとかライダー系とか、うん、この辺揃ってますね。うん、ここら辺ライダー系とか違うからね。うん、でその上が、NASA のサタン5、うん、あと宇宙兄弟のフィギュアとか、はい、その上はレゴのスターウォーズだね。うん、一番上はもう物置みたいになってます。はい。はい、で、プラモデルの作ってないもの、はい、3PO とか R2 とかヨーダとか、うん、ドラゴンボールのプラモデル、あ、孫悟空とセルとフリーザーは作ってないね。うん、で真ん中降りていこうか。うん、まあ、この辺はやったやつだね。うん、そしてスナックワールド、あれボックス開封してないところだね。うん、これね。うん、そして地球儀などあって、ミニクーパーのレゴでしょ。うん、YouTube の銀の再生ボタンだね。うんうん、でその下に配線などありますね。はい、で右側行くとBB-8 の2分の1のプラモデルとかカイロレオのマスクとか、うん、この辺はちょっとスターウォーズ系が多いね。そうだね。うん、こんな感じでスターウォーズ系揃ってます。で上にトミカのディズニーとか、あー、うん、この辺は全部もう終わったやつ、レビュー終わったやつだね、うん、謎が入ってます。こっちもそうだな。うん、ヨーダとかいるまだ、うん、こんな感じ。うん、でこっちはこれまでちょっと映ってたかな、これね。うんうん、ケーブルとかいろいろレゴとかが入ってます。うんうん、あとはこの辺はやってないやつ、ここに取りがちです。あ、そうそうそう、あとはネックスナイツのレゴも残ってるし、うん、レゴのマインクラフトも残ってるし、あとベイムさんとか。あ、そうだね、これがレゴのスターウォーズのファーストオーダーのスターデストロイヤー、うんうん、などがある。あとここに実はね、ポーダメロンのヘルメットも買ってたんだけどまだやってない。うん、でこのマスターチェスとかマスター将棋とか、うん、これやってないんだよね。そうだよね、やりたいなと思ってるんで、これは近々やりたいなと思います。うん、あと恐竜卵とか。あ、そうだね、これもやってないね。うん、こちらの反対はここにカメラが置いてあるんだね。うん、で今までモニターこのテーブルにくっつけたんだけど、うん、それも平置きにしてます。はい、で PS4 と、下に WiiU とスイッチが置いてある感じかな。うん、でこの3つは全てこの HDMI でこのモニターにつなげてあるので、どれか起動すれば作る感じかな。うん、はい、でこっち側が今までテーブルが置いてあったところ、うん、こっち側がね。うん、でこっちからこういう風に撮ってたんだね今までは。うん、はあ、でここにもう今棚ができちゃったって感じだね。うん、はあ、この棚のこっち側すごく狭いスペースにパパの編集スペースがあります。うん、これすごい狭いんだよ。そう、横はね80センチしかない。80、そう、すごい狭いから。うん、うん、この子に無理やり押し込めたって感じ。うん、で、ね、このテーブルのチャッチーね、これガタ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 だから。うん、で、こういう椅子に座ってますね。はい、 AK レーシングの椅子です。うん、これ結構座り心地がいいですね。こうやって下げることもできる。二重顎が見えてますけど、やめてこんな感じでございます。はい、はい、あとはスターウォーズのポスターここにあるかな。うん、うん、で上にはこんな感じだね。あ、トマス、ジーソーが、そうそうそう、これまだ残ってますね。うん、ということで撮影でいつも使ってる部屋、うん、6.6 畳しかないのよ。あ、うん、だからこんな感じですね。うん、結構狭い、うん、だけど前よりか広くなったかなって感じ。そうだね。はい、そんなわけでですね、部屋を大きくレイアウト変更してちょっとスタジオっぽくしてみましたというお部屋紹介の動画でございました。はい、はい、ね、これからはしばらくこんな風に撮っていきたいなと思うけど、こちらね、この辺に置いてあるものは多分随時変わっていくと思うので、うん、あれ変わったなとか、これ変わったんじゃねえの、あれどこ行っちゃったのっていうのはコメントなどでね、うん、気づいたら
行ってみてください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったのとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。